下味です。よし、来た来た来た、釣れます。やった、釣れてます。やったね、釣れてます。ダブルヒットです。おはようございます。フィッシングアドバイザーの山川です。本日は釣りのから発売されました期待の新製品、国産素材の生網エビとアジミックスを使ってサビキ釣りを楽しんでいきたいと思います。釣りをするにあたりまして強力な助っ人を本日お呼びしております。三浦愛さんです。あれ、愛さん、愛さん、もうやってるやってる、釣り釣り釣りもうやっちゃってる。ちょ、山川さ、早い早い、今地合い、早い地合い、地合い、今地合い、地合い、地合い、地合いですか。ちょっと見て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 、ちゃっとるともう釣れちゃってる、もう早いな。あいさんちょっと台本通りやってください。これ早すぎる、早すぎる、釣れちゃってるから。もうこれ使ってるんですよ。こちらですね、はい、はい、本日はこちら、国産素材の生網エビと、愛さんもう一つと、じゃあ、はい、厳選素材のアジミックス、はい、これからのサビキ釣りで強力な助っ人になること間違いなしのこの2種類の餌を使って、はい、本日はサビキ釣りを楽しみたいと思います。これね、常温保存可能なんで、はい、これ、ね、いつでも常備しておける。おー、あとはこれ、ね、常温保存可能、冷凍じゃないので、うんうん、解凍いらずでそのまま使えるってこと、便利なんです。これすぐ使えるって、すぐ使えます。いや、超便利、はい、あとはですね、はい、この国産素材の生網エビ、この生ってこと、ね、注目してもらいたいんですけど、生、この生網エビはめちゃめちゃ収魚効果が高い、うん、拡散性、魚を寄せる力っていうのがものすごい強いので、うん、めちゃくちゃ釣れる餌になってます。今日はですね、この国産素材の生網エビを使って、はい、うん、アジをね、バンバン釣っていきたいと思いますんで。バンバン、バンバン釣っていきたいと思います。これもう釣っちゃってますけど、まだ今から増えますからね、はい、はい、バンバン釣っていきたいと思います。はい、石垣、はい、じゃあ愛さん、はい、まずはこの国産素材の生網エビの拡散性、先ほど説明した収魚力をですね、はい、実際に見ていただきたいと思います。おーい、はい、おい、これです。お、煙幕、煙幕、このブワーッとこの煙幕が広がってますよね、はい、これが魚を寄せる効果なんですね。このブワーッと広がってる、これで狂わせて魚を釣るわけですね。そうです、そうです。で、網エビもこれ一粒一粒結構ね、粒がちゃんとあるので、はい、これ魚が一度寄ればとどまってくれる率が高いですからね。はい、では実際に海の中がどうなっているか、はい、事前に撮影した映像がありますんで、ぜひこちらご覧ください。どうぞ。どうぞ。はい、じゃあこちら分かりやすく水がきれいな海域での実験なんですけど、はい、こんな感じで見てください。拡散して魚たちがいっぱい集まってきてますよね。はい、はい、これが国産素材の生アミエビの収魚力の正体なんです。めちゃくちゃすごくないですか。めっちゃすごい、集まりすごいですね。すごいですよね。これしかも常温保存できるチューブってできるっていうのがすごいんですよ、うんうん、はい、裏面のですね、このパッケージ裏面の隣の人まで釣れちゃう収魚効果の由来なんですけど、はい、製品化する過程のプロトテストで石黒のバイヤーが調香した際にですね、この餌を撒いた時だけ活性が上がって、隣の人も一斉に連れ出すことが何度もあったらしいです。そんなことが、すごいですね、すごい、はい、そのぐらいすごい威力を感じてキャッチコピーにしたそうですよ。なるほど。石垣、じゃあ山川さん、はい、ちょっとサビキの詳しい解説をお願いします、うん、はい、そうですね、はい、まあ、サビキしか聞き慣れない人も多分いると思いますからね、はい、ちょっと説明していきたいと思います、はい、こちらサビキ仕掛けのこのパッケージになってます。今針が 1,2,3,4,5 本ついたね、サビキ仕掛け。ここから出すとこんな感じでビヨーンと針が5本ついた仕掛け、はい、1本の仕掛けになってます、はい、針がたくさんついた仕掛けなんですね、サビキ仕掛けっていうのは、はい、はい、で、サビキ仕掛けの針、こちら、はい、
これがですねピンクスキンタイプというやつで、はい、まあ基本的本当に基本的なあのサビキ釣りのスキン疑似針になるんですけども、こういったピンク色のゴムですね、ゴムでバケって呼ばれるものがついてます。で魚はこのバケみたいなこのバケっていうものをエビと間違えたり、ね、餌と間違えて針に食いつくっていうような仕掛けになってます。石垣切って、はい、これ立った状態、そしてちょっと水を海水を加えた状態です。なんかちょっとだけあのアメエビ残ってる感じ る。そうですそうです、はい、残ってる中にちょっと海水を足した状態ですね、はい、これでこのカゴこれねこのままドボンしたらアミエビしっかりすくえます。アミエビをねこうアミエビを浮かして、そうですそうです、そうすると、はい、ほいこんな感じで結構入ったバッチリじゃないですか。これでねもう手も汚れずに最高です。最高です。舞うアミエビ、舞うアミエビ待っております。入った、あちゃんと入った、よし。意外と残ってるんですねアミエビは、ね、うん、最後までエコですね。使い切って。マジか。マジ。マジ。ほいた。ほい。ほいた。はい。念仏台も釣れるとね。念仏台も釣れる。何でも釣れるサビキだね。五目サビキ。五目サビキ。あ、当たった。お。あれ。当たったんだけどな。あ。あ、なんかついてるかも。お。何でも釣れる五目ですね。いやでもねちょっと違うんだ、君じゃないんだよ。お、お、やったーやったーやった、はっしゃやりました、アジです。あ、来た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 、お、お、来た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 、釣れます、やった、釣れてます、やったね、釣れてます、釣れてます、おっしゃ、連発ですよ、連発。どうですか愛さん。いや手返しやっぱりいいですよね、そうやってね。そうこれね手返しがいいんですよ、立ってるから、うんうん、もうこうやって今みたいにすごい釣れてる時なんかは、うん、パッ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 そうパッ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 って入れれます。よいしょ、この手返しの速さが大事ですね。こう慌てず投入できる。慌てず投入。テンパっちゃうんですよね。そうテンパっちゃう。うん、釣れてると。来た来た来た。来た来た来た。来た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 。やったー。足です。足です。やった。よっしゃ。美味しそうなサイズのアジでございます。あ、私も来た、お、来た来た来た、ダブルヒット、ダブルヒットです、ダブルヒットです、やったね。アイさんこれね地合いですね、地合いだね、今バンバン来てますよ、今釣ろう、今釣りましょう、うんうん、よっしゃやった今のは、このね、うん、生アミエビ単体ですね。そうですね、単体です、うん、単体を使って釣れました。山川さんのはサビキは、僕のはサビキはママカリサビキですね。で、愛さんがピンクサビキです。ピンクスキン、はい、はい、ピンクスキン、定番のピンクスキンですね。はい、ピンクスキンです。はい、生アミサビキ釣れますよ。石垣、さあ、愛さん、はい、この生アミエビこれだけでも、はい、拡散性、集魚力すごいというのを見ていただいたと思うんですけど、はい、続いて紹介します、こちら厳選素材のアジミックス、これもねやばい餌ができました。すごいピンクですね。ピンクですよね、はい、これね見た目のピンク、あとねこの強力な煙幕ってここに書かれてるんですけど、このアミエビとこれ混ぜて使うんですよね。混ぜて使うんですけど、これ混ぜることによってさらに集魚力アップが狙える餌になっております。このイワシパウダーっていうのがものすごく集魚力の高いものになってまして、はい、これが入ってることによって魚の寄りが非常に良くなる餌になっております。匂いが、匂いですね、アップするっていう感じですか。匂いがアップします。匂いもあと煙幕効果、はい、拡散性煙幕の効果なんで、
魚が遠くにいても餌を見つけやすくなる、うん、視認性が非常に高くなるという餌になってます、はい、あとですねこのアミエビとこれアジミックス混ぜることによってちょっと水を加えて作るんですけど、はい、ここにね餌の量が増えるって書かれてます。これ 2.5 倍最大 2.5 倍に餌の量が増えます。なるほど、おからが入ってることで膨らむんですね。その通りです。じゃあ実際にちょっと今から作っていきますので、はい、やっていきますね、はい、まずはこの、まあ、バケツか何かですね、このアミエビを入れてしまいます、はい、容量書かれてます。これアジミックス1袋と生アミエビ1袋、これ1対1で混ぜてもらえば OK なんで、ね、書かれてます。カラフルになりました。カラフルになりました。だいぶピンク色に、はい、先ほどもやりましたけどこちらのアミエビのパック、ここをね切っていきます。ちょっと水を入れたいので水汲みバケツ代わりにこのアミエビのパック入れちゃって使っちゃいます。こちらに水を送っていきまして、少しでいいんで、はい、少しで水をここのバケツに合わさったところに水を加えてもらって、あと何か簡単に混ぜるもので軽く混ぜ合わせてもらう。これ見てもらうと分かるようにだいぶ餌増えてますね。増えてますね膨らみましたね。だいぶ膨らんでますこれ。はい、ではねこちらの完成したこのブレンドした餌をですね、はい、ちょっと今から巻いていきたいと思いますので、その拡散性をねまた見ていただきたいと思います、はい、いきますよ。おい、どうですかこれ、このバラ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 、すごい目立ちますね、目立ちますよね。さっきのアミエビよりもさらに、ね、視覚的にも目立ってますよね。これで魚をねぐんぐん寄せますからね。遠くにいる魚もやっぱりこう視認性がいいと遠くからでも餌を見つけて寄ってきてくれますんで、はい、これでぐんぐん味を寄せて爆釣を狙いましょう。はいはい、アイさんこれちょっと見てもらうと、はい、この視認性、まあ、煙幕のところもねすごいんですけど、はい、こう餌の粒、小さい粒が粒子がこう下にパラパラパラとこう、ね、比較的垂直下に落ちてってるのが分かりますかね。そうですね、こうゆっくり沈んでます ね沈んでますよね、はい、これ比重がちょっと一粒一粒、ね、少しありますので、はい、こうやってねポイント、自分が釣りたい場所のポイント作り、魚をそこに寄せたいっていう時にポイントを作る時にもこう使えちゃうんですよ、はい、なるほど。ちょっとね、はい、あの流れが強い時とか使えますね、はい、そうなんですよ、はい、流れが強くてもね、はい、こうある程度こう下に、比較的下の下に落ちてってくれるんで、はい、一点に魚を寄せることができます。でブレンドしたものですか、はい、生アミエビ1と、はい、アジミックス1のブレンドですね。そこにちょっと海水を足して混ぜたものになります。釣れそう。これで爆寄せでいきましょうよ。じゃあ試してみましょう。試してみます。アジミックスどうかな。煙幕効果でね、アジミックスのアジをまず寄せて、ね、遠くから寄せて匂いと味で狂わせると、まあ、クリアながらもこのアミエビで煙幕を作ることによって、うん、そうですね、ポイントを作ると。そうですね、もう煙幕効果バーッと巻いてもらって、特にアジミックスの煙幕でこう視覚的に魚を刺激してもらって寄せると、もう遠くからでも1匹2匹に寄せてくるっていうのが今日は大事な気がします。来た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 、釣れました。アジミックスで釣れました。いいなあ、アイさん今試合、今試合あ、来た、お、来たー、やー、出ました。来たちょっとバーってこう広がるこの拡散性、うんうんうん、ちょっと水がこれ澄んできた時とかもやっぱり濁りをこれで作ってあげると、
来る活性が上がるんですよね。なるほど。ちょっと水の色きれいになってきてたんで、そうですね、そういうところでも味ミックスの効果が出てるんじゃないですかね。生きがいい。生きがいい。しゃくったら針出るぐらい。ベリー表層ですね。ベリー表層ですよ。本当に。お、来た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 。お、すごい。連発連発。連発です。やりました。来た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 。よし。やった。今のは生アミエビ。生アミエビ。今日やったあのサビキ釣り、はい、初心者の方にもおすすめしたいので、はい、今日使ったタックルを教えていただけますか。わかりました、はいはい、まずはこちらのビギンズサビキ、はいね、こちらは竿とリールがセットになったかなりリーズナブルなタックルセットになっております、はい、で初心者の方でも非常に使いやすい竿とリールのセットで、長さ 3m60cm、愛さんが使っているのは 4m50 ですね、はい、比較的ちょっと長めの竿になってますので、仕掛け、サビキ仕掛けってちょっと長いの多いんですよ、ね、長い仕掛けでも使いやすくなってますし、竿が柔らかいのであのアジとかの口って弱いんですよね、はい、結構硬い竿でやっちゃうとバレたりもするので、こういったね柔らかい竿非常に使いやすいんで、これサビキ釣りにおすすめのセットになってます。ずらっとここに今並んでおりますけども、まずこの針種類がいろいろあります、ね、夜光スキンからピンク、ケムラ、ミックススキンとママカリサビキ、ね、まあ、夜光、夜に使うものから、まあ、オーソドックスなピンクで、紫外線で発光するこのケムラ、まあ、ビル力が高いものですね。でママカリサビキなんかはこうアジだけじゃなくてサッパとかこの城が寄ってきた時にも使える、状況に合わせて釣りができると思いますので、これは種類揃えていってもらうといいと思います。はい、はい、これ、就魚板、いわゆる就魚板ってやつなんですけど、普通はねこれシルバーだけなんですよ、はい、就魚板もこれね赤金とブルピンが入ってる。わ、なんかルアーみたいですねルアーみたいなカラーなんですよこれね、まあ、伊勢湾でも結構人気なねこの赤金ブルピンっていうルアーっぽい色を揃えてる就魚板。それから、はい、このカゴもこれ軽ムラ素材、軽ムラが入っているので、このカゴ自体にも就魚力がある、就魚効果があるものになってます。軽ムラと軽ムラを、ね、合わせて使ってみたりしてもいいと思いますよ。山川さん、はい、こちらのアイテム、うんうん、なんとオンラインショップでも販売されてるそうですね。そうなんですよ、これねオンラインショップで全て、ね、はい、購入可能でございます。わー、これで店舗がないところの住んでる方でも、はい、オンラインショップで購入可能ですので、はい、ね、すごい便利です。まあ、石黒その堤防釣りっていうねちょっと手軽で、ね、身近な釣りですけど、その釣りがもっと、ね、簡単に楽しめるようにっていう思いでいろんな商品をね開発してますので、はい、ぜひお店に来た際にはねこういった釣りの商品チェックしていただければいいかなと思います。はい、はい、サビキ釣りを楽しんでいただきたいと思います、はい、それでは皆さんバイバーイ。オンラインショップもお願いします。